するしない。どうも、最高位戦日本プロ麻雀協会の河野直哉です。山田です。山田どっぽね。はい、山田どっぽです。山田だけじゃ伝わんないから、はい、むしろ逆ね、どっぽだけだから。公園の町なんですよね。あ、そういう町。じゃあやめとけよかったよ、言うの。おはようございます。喋って。はい、おはようございます。さあ今回はね、はい、この2人が揃ったということは、はい、至極の一曲かと思いき いや、今回はちょっと違って、ね、うん、はい、まあイエローのね、はい、ちょっと麻雀を見ていこうかと、はい、イエロー、あの中里、そう、中里春菜のプロの春菜ちゃんですね。麻雀を今日はちょっと2人で見ていこうかなと思うんですが、というのもね、はい、イエローが、まあ、先日ですね、6月の1日に、先日結構前ですね。結構前か、結構前、結構前か、うん、に関西で行われた、はい、結構でかいベストワンカップという大会で、うん、まあ、この準決勝までベスト16まで残った、はい、今日はそのベスト16の戦いを振り返っていこうかなと、はい、あれ、河野さんも一緒に行ってましたよ、ね、一緒に行ったの撮影係で、もちろん、はい、撮影係で、撮影係で、いやいや、出てましたよ。いやいや、そんな出てたらもうなんか多分決勝にいるはずなんだけどな。着きました。着きました。ナイスアイデアです。はい、名札ももらいました。名札もらいました。何番？私は9番です。17番。ラッキーセブンじゃない、うん、超良かった。に行かれるんですか、おいさん。一回ホテルに帰って、はい、打ち上げまで時間潰しようかな。あれ、おいさん、ジャンプアップですか。はい、カリスマジャンプアップですね。あのね、1万2000円も積もったんだけど。え、すごい、3倍もんじゃないですか。それで負けるっていう新しいパターン。新しいパターンのジャンシーです。斬新な。ありがとうございます。ジャンプアップ、ジャンプアップです。かっけー。ありがとうございます。なんとイエローがね、イエロー残ったよー。3連勝してということで、はい、私は明日、はい、キャメラマンです。ずっと撮影しなきゃいけない、はい、私のことをずっと撮りたい。まあずっと応援してる、ありがとう。賞金は山分けだからね。しょうがないな。お願いします。さあ、こちらには本日ベスト48からの登場となります、最強で最高位の近藤誠一プロが来ていただいてます。おはようございます。おはようございます。1回戦終わったんですよね。はい、1回戦終わりました。1回戦の結果を、じゃあ、いや、今日は良かったですね。あの、いや、1回しか上がってないんですけど。お、ってことは平均打点は何点ですか。平均打点1万2000です。信じられないです。そして大接戦のラス前で1万2000上がりまして、晴れてトップをいただきました。お、トップスタートあんまないですよね、はい、関西では。スタートあんまないです。ということで2回戦以降も頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、はい、ということで勝ち残りました。おめでとう。ベスト16残りました。しかも最終戦はね、2着だったんですが、A ブロックでは2位通過と来ちゃいました。え、2位通過なの。2位通過でした。マジで私まだ結果見てないんだけど、いきなりインタビューに引っ張られちゃってね。え、いやー、おめでとうございます。ありがとう、来たのこれ。なんと2日間通じてラスがなしと。ラスなさ、なんだな、もう口が回って、ラスなかった。いやー、おめでとう。しかもみんな条件戦に強そうなメンズを相手にしっかり勝ち切り、そして来週の決勝へ駒を進めました。あー、これ来週も大阪来るぜ。ということで来週もあります。あるぜ。僕もね、去年一昨年、あー、なんか出たらしいですね。出てるんですよね。どうでしたか。あのね、まあ、ベストワンカップって何日かに分かれてるんですよね。そうなんですよね、本戦からスタート。で、本戦からでしょ。そう、本戦からですね。で、本戦からなんですけど、まず2年前が、はいはいはい、あの4、4、3、4だったんですよね。1個余計な3が入ってたんですよ。ちょっと邪魔したね。そうそうそう。でもこれさすがに会場最下位だろうと思って、はい、で、まあどうしようかなと思っているわけじゃないですか、はい、でも M リーガーの小林剛さんが会場にいらっしゃるわけですよ、はい。お父さんどうでしたって聞いたら4444って出ましたね。出ましたね、ついに。いや、おかしいよね、僕らの明日スケジュール開けてあるのにさ、
早いこと暇になっちゃったねっていう話をして、怪獣自分より下がいたわけですね。そうですね。でもそれでほっとしたのが2年前、そして去年は意気込んで言ってますよね、一半ちゃん目、人生初めての100万の宝珠ですよ。終わりましたね本当にね、あの会場ばっかりは方角が悪いと言いますね、はい、それ今回近藤誠一さんも言ってましたからね、それ関西は方角が悪いって。そう、だから僕らは東京から西側に行っちゃいけないんですよ僕も誠一さんも西はちょっと弱いと思って、ね、そう、だから行くんだったらあの東か北くだらねえ理由ばっかつけてるぜ多分ね、磁力の問題なんですよね。そっちなんだ。そう、腕は間違いないと。そう、やっぱね、あのやっぱタクって磁石使ってるから。まあまあいいやいいや、もうくそくだらねえからいいやいいや。ということでね、はい、まあ、僕もドッポさんも、はい、まあ、僕は今年出て負けて、はい、ドッポさんはもう出る資格もなかったと。そうそうそう、方角は悪いから。違う違う違う、僕は今年最強戦のプレミアと被ったんですよ。ああ、そこはさすがに勝った。それはさすがにね、方角いいし、ね、いやさすがにね、最強戦あの1回勝ってなんていうのかな、トーナメントで2回戦なんですね。そうですね、2人勝ち上がりですもんね、うん、そうそうそう、松本自身も 50% 引けずに麻雀やるわけないじゃないですか。ですよね。まあ見せ場なく3着でしたねちなみに見せ場はありました、しっかりいい麻雀打ってたんですけど負けてしまったんですが、はい、まあそんな中ね、はい、もうね、やっぱ僕らと違って勝ち残ってる中里さんを、これはやっぱりね、うちらがしっかりと、はい、学ばせていただこうと。そう、学ばせていただくのに、はい、時々トゲがあることも言っちゃうかもしれないですよね、はいはい、やっぱね、負けず嫌いだからね。そうそう、ということでね、ベスト16から配信があるということで、はいはい、今日はその配信を振り返っていきたいと思いますので、はいはい、春子先生の勇姿をね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思う次第です。そうそうそう、ということなんで、はい、じゃ早速見ていきましょうか。いきましょう。さあ、ということで始まりましたね、はい、今回ね、このベストワンカップは、うん、はい、16人で総当たりで5回戦行われるんですが、前年度優勝者の山越さんがいる卓を全部配信するということで、我らがイエロー中里春菜プロは1回戦のその山越さんと当たるということで1回戦から放送卓になります。なるほど。まずはじゃあ簡単にベストワンカップのルール説明していきますか。これベースは最高位戦の公式のルールですよね。はい、丘がなし、順位馬がトップからラスまで30、10、-10、-30、はい、いわゆる10、30の馬ですね。いわゆるトップがそこまで得られるんではないというね、はい、そうですね、丘がない分で、一発裏ドラはあり、はい、はい、トンはポンうまいな、入れてくるのはトンはもう1回戦始まってるんですが、はい、まあ、ここからルール説明ちょっとやらせていただくんですが、はい、そして今回ね、このベストワンカップ僕も出場させていただいたんですが、はい、うんうん、本戦から僕も中田さんも出て、はい、本戦出場者が、144名です、はいはいはい、でそこから41人勝ち上がりですか、うんうんうん、で次の日のベスト48に残ると、約3分の1ですね、約3分の1、うんうん、でそのベスト41人に特別シード、うんうん、現タイトルホルダーたちが集まったり、はい、前年度の決勝進出者が集まって、うんうん、プラス7人でベスト48が2日目に行われます、はいはい、そのベスト48で上位15名が今行われている準決勝の舞台に立てると。なるほど。いうことで中田とプロは最後ね、しっかりと勝ち上がってこちらにいるんですが、はい、そして前年度優勝者の方が1人入ってこれでベスト16が揃って、ここで勝てば、うんうん、なんと決勝戦、決勝戦4人の決勝に行けると、はい、この16人の中の4分の1に行かないといけないですね。そうです、4分の1に行かなきゃいけないんで、はい、まあ、結構プラスが必要ですよね、うん、ですね、まあ、よくね、そういうそのどれぐらいが通過っていう時に、何人中の何人通過なのかで大体目安のスコア変わりますね。そうですね。じゃあ例えば半分通過だったら、まあ、大体プラマイゼロかちょっとプラスぐらいかなと。ちょっとプラスぐらいしておくと大体大丈夫そうには見えますよね。そうですね。4分の1だとやっぱりワントップ分ぐらいプラスは欲しいですよね。欲しい。まあ60、70ぐらいは持ってれば、うん、かなりいいとこまでいくかなと。そうですね。まあっていうのを念頭に皆さんにご覧いただけたらというところですよね。そうですね。そしてこの16人で、うんうん、5回戦総当たりで戦って、はい、下位8名がまず5回戦で敗退となりました、はいはいはい、そして上位1名は決勝に進出、うん、だから5回終わった段階で1位にいれば、はいはいはい、もうスーパージャンプアップ、ね、スーパージャンプアップ、次の日の決勝に進めると、うん、で残った8名で
上位3名、うんうん、ポイント持ち越したまま上位3名を争う戦いで、うんうん、勝った3人が次の日の決勝に行けるというシステムなので、最大6回ですね。まずは5回で終わりたいですよね、はい、5回で終わりたいというのは勝って終わりたいですよね、うん、そうですね、あの負けて5回で終わること全然あるんで下位8人になっちゃう可能性あるんでなんかどこで聞いた話ですもんね、うん、すぐ負けちゃうからね、ね、本当そういうゲームだからね、うん、そして時間は準決勝からは60分プラス1局と時間打ち切りがある対局になってますね、はいはい、というのがまあベストワンカップの主なルール説明ですが、うん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 、まあところどころまたね説明できるところがあればしていきたいと思うんですが、落ちいいですね。ということで対局に入っていくんです。これと1局ですね、はい、こちらは前年度優勝者の山越さん、はい、そして我らがはるちゃん、はるちゃんおドラが重なったんだけど、このリアルピンがもですね、当たり前なんですね、これね。さすがもうビタ止めですね。本当に。山越さんもね、スーパーマージャン強いんですよ。ああ、そういうお話聞きますよね。一般の方なんですよね。そうですね。だって、天保やってたりとか、まあ、天保プレイヤーの友人が結構多かったりするんで。おー、そうなんですね。僕も結構、馴染みはある方なんですけど。ちなみにどこに住んでるんですか、うん、千葉の方だと思いますよ。っていうお話を聞いたんですよね、うん、ですが、本戦の1日目から観戦に、うん、関西に僕も行ってた時に来ていただいてて、うん、本当にすごい人だなと思って、うん、まだ来週ですよ出番、はい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 、なので本戦1日目に観戦に来ていただいてて、一言挨拶もらって、皆さん本当のとこまで来れるように頑張ってくださいって言われて、これ行かざるを得ねえなと思って気合い入れて負けたんですけど、はるちゃんは全然行ったんですけど、やっぱ気負っちゃうとダメなんですね。気負っちゃうとダメなんですよね、うん、でも本当にね、その上がりに対する嗅覚が鋭いというか、あ、この嗅覚が鋭い、300、500上がりましたね。やっぱりね、まあ、前に至極の一曲で取り上げた園田、はいはいはい、その件とかもそうなんですけど、他の人はひょっとしたら上がれてないんじゃないかみたいな、ちょっと苦しい手配を上がりきるのがやっぱりこういう選手はうまいですよね、うん、というところで、これが今回ちょっと話をしようって言ってたトン2曲ですかね。あ、トン2曲ですね。トンバツ300、500を積もられましたと、まあ、今回はね、はい、もう僕たちの上にいるイエローの勇姿をね、今日はいろいろとお話ししていこうと思うんですが、そう、まあこの対局を題材に僕らが麻雀を勉強しましょう。そう、勉強しましょうっていうところですよね。基本的にはハルちゃんにしかスポットを当ててないんで、はい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 、これ結構あがれさんの手もらってますよね。うん、いいっすね。でも後ろで見てたら羨ましいなと思いますね、これね。そう、ベスト48、うんうん、まあ僕撮影係だったんですけど、ハル、うんうん、ちゃんの麻雀見てたんですけど、うん、もうね、生きてた。生きてた。はい、もう、その時名古屋さんは死んでた。死んでた。死んでた。死んでねえわ。しっかり見てたわ。そっか、動画撮ってたんだけど、うん、もうすごいのよ、うんうん、あ、いい手入ったな、しっかり間違えずね上がって、はいはいはい、これはいいなっていうのがいっぱいあって、これ本当に残るなって思ってたら、うんうんうん、案の定残ったんで、非常にね、この準決勝もこれはもうはるちゃんいったなと思ってた、はい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 、ってぐらい良かったんだよな、内容も。でね、今回ね、このトン2曲取り上げるんですが、うんうん、今回の結構マニアックなんですけど、テーマは何でしょう先生。テーマが、うん、この時間打ち切りがある、はいはいはい、あるいはこの準決勝短期決戦の戦い方において、うんうんうん、こうした方がもしかしたら良かったんじゃないかと思った一曲なんですけど、ちょっとね、ドッコさんとまだお話あんまりできてないんですけど、はいうんうん、僕はこう思うんだけどっていうのも、うんうん、ちょっと2人で話していけたらなって思う一曲なの。っていうのをこれが負けた直哉さんが勝った中里先生のを見ながら、こうした方が良かったんじゃないの、誘拐という、うん、どうするやめるもうやろやろ。そう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 、うん、そうなんだよね、負けたんだけど、うんうんうん、まあね、そうそう、そういう対局にこそやっぱりね、そう、うん、学ぶべきポイントありますからね。まあタイトル戦の決勝にも残ったことなければね、はいはい、まあタイトル持ってない僕が言うのもなんだけど、闇が始まっちゃうから、うんうん、残ったことあれば、はい、残ったことあるんだけど、まあ、もしかしたらこうした方がいいんじゃないかと、うんうんうん、いうのがね、結構終盤に訪れるんですけど、はい、今この手配、うんうん、ドラが数層でカンサンとかネックのリアンシャンってますね、リアンメンリアンメンカンちゃんのね、うん、おお、これは闇剣ですね。
これは七八家の三色を見てやる手にしてますね、うん、で川的にはまあまあちょっとドラヒョンの三蔵が切られてムムって なりつつラス名の方です、ね、南さんも結構捨て牌濃いですねそろそろね、まあ、これぐらいになるともう結構中盤の山場というか山場誰が来んねんとそろそろだろうそう、はるちゃんの麻雀スタイルって、うんうん、あんまり皆さん知らない方もいるかと思うんですけど、うんうん、本当面前守備型、はい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 、自分からリスクをどんどん動かしていく、うんうん、いわゆる園田だったり園田健選手だったり、うんうん、そういう上がり拾うとかではなく、うんうん、一発大きいのぶつけたり、うんうん、しっかり守備を固めて自分の外を減らさないように打つスタイルあれですね、あのボクシングで言うとピーカブースタイルピーカブースタイルの中からカウンターをしっかり入れるそうそうそう強いパンチを打つと僕もなんか似たようなタイプなんですけど、うん、ピーカブ名古屋ですねピーカブ名古屋さあこのピーカブ名古屋なんですが今回ねこの時間そんな面白くねえわその時間打ち切りある時にはい、はい、次なんですが、うんうん、この3品ね、はい、ちょっと目覚ます、うんうん、この上茶の山越さんから出た3品、はいはい、この手配、うんうんうんちょっと僕は思ったんですけど、はいはい、普段のやっぱりこの中田とプロのスタイルでは、はい、もちろん泣かないのは当たり前だと思うんですよね、うんうんうん、ただ今回のこの時間打ち切りあり準決勝の戦い方としては注意して形式転換を狙いに行った方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけどどうですかねそうですねまあこういうのを注意して経典に向かうかどうかってやっぱりじゃあ泣かなかった時にどれぐらい上がれそうやねんってそういうところがね一番ポイントですよねよく言いたいこと言ってくれたねこの上がりがあるならこの曲の得点にもなるじゃないですか、うん、プラスになるんですけど、うんうんうん、今回この3品が13巡目に打たれた時に、うんうん、この手配で得点をプラスするためには、うんうん、上がるよりも転配量でもらえた方が、うんこの順目にこの馬強だったら多いんじゃないかってもしかしたら思ったんですよね、うん、僕もそうですねこれ3万が3枚見えなんですよねでローマン1枚見えでサブロマンもちょっと薄いとあとなおかつこれ換算像がめちゃくちゃネックですよねまず三蔵が1枚切れてますでこういう三蔵って切ってる人も形が変化してまだもう1枚持ってる可能性あるそう内蔵あるじゃないですかでこれ山本さんこれ老僧って出しですよね、うん、でこれってやっぱり想像の2から4の間のブロックがあるときに結構そうこの中盤で老僧切られやすいですよね手配だからねって考えるとあれこれひょっとしたら1枚もいないんじゃないかってなっでもおかしくない、ねうん、ってなるとこの手にやっぱこの 2-4 っていうのをこの終盤に払うことってないじゃないですか、うんはいはいはい、なので上がることによっての得点収支があんまりないプラスになることがあんまりないけどこれを形式転配を取りに行くには結構安全牌はどの方向にも今のところはまだ大丈夫な気がするんですよね満足の打ちやすいし見てみましょうかまず、親の山越さんに対しては老僧が切れていて、9万も切れているので、まあ、もちろんチュンとペイもチュンと4枚目なんでねこのチーしたらチュンペイどっちか切るじゃないですかチュンペイってなかったら人の名前みたいなチュンペイ9万9層9層あたりが切れそうですよねあたりが、まあ、パーマンもね、うんうん、9万早いんで結構数字としても、はいはいはい、だいぶ打ちやすい牌、うんうん、次シャーチャの山本さんですねシャーチャの山本さんに対しても、ウーマンが通ってる、チーマンも通ってる、だからチュンペイ、ウーマン、チーマン。で、スーマンも中筋になってるし、うんうんうん、まあまあ、切れもいっぱいありますね。で、ペイちゃんの南さんに対しても、スーピンが通ってる、ローマンが通ってる。スーピンはね、でもチーしちゃうから、3ピンチーしちゃうからないんだけど、まあでもチュンペイと9枚切れるんですね。まだね、全然。全員に3枚から4枚ぐらいは切れるものがありますよと。そうんうん、降りるもしリーチが来た時に、うんうん、やっぱこの手で K 点で失点したくないって言った時にも、はいはい、そこそこ守備としても優秀な手配に今なってるって、うんうん、しかも誰からまだ仕掛けもリーチも入ってない状況で、うんうん、残り手番が5回かなそうですねこれ、まあ、今回含めて6回か泣くか泣かないか含めてっていうので、うんうん、普段のねそのリーグ戦だったり最高位戦のリーグ戦だったりだったら泣かないのも別に全然普通かなとか、うんうん
思ったりするんですが、今回の準決勝とかの戦い方ってやっぱりみんな攻めが強くなると思うんですよ。ポイントを上乗せしたいんで、そうなったら報酬決着がいつもよりちょっと増える気がするんですね。そうなった時に自分が報酬しないタイプの打ち手なんで、中里プロもね。なので積もられて展望が減るのはしょうがないけど、報酬をしないタイプなんで自分のポイントを少しでも上にいればラストになる可能性は低くなるじゃないですか。そこで一発2000、4000とかを当てられればトップになる可能性もでかい、といった中で非常にプラスにポイントをすることは大事だなと思ったんで、いつもより早く景気テンポを取りに行った方が良かったんじゃないかなとっていう、あの負けたブルーからのコメント。そう、負けたブルーから、あれじゃあ負けたブルーからなんだけどね本当すいません。でもね、これどっちも考え方としてあるんですよね、例えばこれ面前で転敗しました、上がれましたっていう時がめちゃくちゃ加点としてはもう偉いし大きいので、あのそういう理由であのイエローはスルーしてるんですよね、もちろんね。で、片やもう逆の考え方で、これうまくいかなかった時の失点がやっぱり生じてしまうのがあの損なんじゃないかっていうのがブルーな感じですよね、だからどっちも多分あの発想としたら理解ができるんですよね。で、今回の場合残りその、まあ、自分が積もるか、まあ、地位含めると上茶から切られるかっていうのもあるんですけど、もし面前だとしたら残り6回の積も番の中で、確実に加点ができるのは3回必要なんですよね。まずイーシャンテンが、リャンシャンテンがイーシャンテンになる牌、それからイーシャンテンがテンパイになる牌、それから上がり牌、要はこの 6回のうち3回有効牌引かないといけないんですよね。でそれがまあできた場合のメリットはめちゃくちゃ大きいんだけど、できない可能性も結構ある。でこのできない、ね、でできない場合のマイナスを埋めるためにはもう仕掛けておかないと、その上茶から切られるものを自分のツモ、その残り、6回の中でもう1種類引ければ少なくともテンパイ料をもらえるんですよね、でそっちの方をあのブルは重視をすると、重視した方がいいかなと、そして今回ね、さっきも言ったように時間打ち切りがある対局なんで、オーラスまで絶対行くとは限らない対局なんで、リスクを極力最初の方に取っておいて、ポイントを上に持っておけば着順をね、どんどん上に伸ばせるかなと思ったんで、今回この局をね、景気テンパイ取った方が、取りに行くたびにいつもより一歩早く、もう2巡目ぐらいに地位とかよりもこの13巡目で微妙な時に地位した方が良かったんじゃないかなと、はるちゃんに伝えたい。なるほど、実際伝えたんだけどね。でも僕多分ね、これ最高位戦ルールでも泣くんですよ、普通普段のリーグ戦でも泣きます。やっぱり転売量って意外とその上がり の、あの得点と比べた時に結構比重が高いんですよね。高い、だって2000点上がるよりも2人転売の方が、あるいは1人転売の方が高いんですよね、で点差も縮まるんですよね。リーチかかってないからね、これ1人転売で終われることあるしね。そうそうそう、リーチドライチ26上がりでいいもんね。でこれチンした時の一つのもう一つメリットがあって、あの人が動くと周りの人ってどうしても対応する局面が出てくるんですよね、だから例えばこれで俺ドラ切れば転売なんだよねっていう人がこの地位をしたことによって、あやべえあいつ転売じゃねってなって、いややっぱこれ切れないかもな、これドラファンシャンポンが8000って言われたらね、そうちょっとやってないでしょみたいになってくれる人がひょっとしたらいるかもしれない、っていうのもやっぱりね、一つこんなことのメリットではありますよね。そうなんで泣かないっていうことに関してで言うと、ちょっと可能性は低いかもしれないけど大きな加点ができるメリットがありますと。で泣くことに関してで言うと、あの人に対応してもらいつつ流局した時に自分が転敗量が加点できる可能性がちょっと上がるよと、でそれが、まあ、じゃあどっちのメリットを取りますかっていう話ですよね。すごいさ、まとめ方がうますぎてさ、すげえ僕はこうした方がいいトゲがあるやつみたいになって負けてんのに、だけどどっちもいいことあるけどみたいな感じで言う、なんかまとめんのやめてもらっていい、なんかずるくない今のなんか話だけで。やっぱね、僕は敵作るの嫌いなんですよね。ね、作ってねえよこっちも。え、どっちかっていうと敵だったらはるちゃんだから多分こう敵になるまあまあということでね、今回は僕はまあこうした方がいいんじゃないかと、まあ今後のね皆さんも対局いろいろね出るかもしれないんで、時間意識のある対局もあるんだけど、そうなった中で形式転敗の大事さっていうのをこの局でちょっと伝えたいなと思ったんで。そうですね。で意外とね、その経点を取るもの取るのって、その本当に
技術的なものでなんとかなり得るというか、うん、例えばそのこのターツ、まあ、今回って安全度が高い範囲が多いからなコードなんですよ、うん、で例えばじゃあ今度はどれぐらいのバランス何枚だったら泣いてもいいんだろうとか、うんうん、あるいはじゃあ今度手出し見た時に誰が来てる来てないみたいなところも判断する上で今度はいつもよりも少ない枚数で始めてもいいかもしれないし、おなるほどね、そう、 だそういうところで状況を見ながら技術的なものが磨きやすいんですよね。いろんな化けも見えるようになっていくし、うん、はい、手配を縮めて怖さもあるけども、うんうんうん、そこからねまた見えることも大きい、そうですね、いうことですね。でも逆に自分が何をやった時に人が対応してくれるのかとかっていうのもね学びになると思うし、うん、まあみんなね泣いてこみんなこ総評としてね、そうみんなポンチしよう。まあ、マージャンはいろんなねやり方もあるんで、うん、こういったやり方も面白いですよっていうのを今回はちょっと振り返りで一個やってみたいなと、そうですね、思いましたね。でやっぱりね、あの僕考え方としてすごく最近大事だなと思うのは、上がることも補充しないことも経験取ることも全部手段なんですよね、うん、で目的ってその半チャン終わった時に、まあ、その展開の中で一番大きいポイントを持っていることであって、うん、なんか結局大きい手が上がることが 目的でもないし、なんかその手段と目的を履き違えちゃうとやっぱりちょっと失敗してしまうことも増えちゃうんで、いろんな手段を持っておきましょうっていうのは今のはいいことでもあるんですよね。でも本当これだけ準備してさすがだね、うん、最後にどの位置にいるためにっていうやり方ですからね。でこれじゃあちょっと続き見ていきましょうか。これでね3ピンをスルーしたんですが、うん、あこれね、うん、これはもうリーチですよね。もう打点がいいもんですもんね。リーチ3色、僕の大好きな3色ですよ。好きなの？僕結構泣いてるこの時点なんか、なんなら僕の方が好きだけど間違いない。そうで、この時点でおお、ヤンコさんもいいシャンテンですよと。あでもいいシャンテンだけど抜きましたね。おドラドラだけど。でこのリーチが入ってからこの3万チー、うんうん、なるほどね。今回はねこの3万チーからスタートしたからこそ、はいはいはい、この曲をちょっと取り上げたいなと思ったんですよね、うんうんうん。こっから行くんだったら3ピンから行っていいんでねっていう話ですね。行ってもいいんじゃないかなって、うんうん、結局、うん、そのハルちゃんの中ではやっぱり圧倒的に泣いて欠点パイロンも欲しい、うんうん、なおかつもし危険牌持ってきても結構安全牌こと足りてないんで、うんうん、こう、そう、こういうムスジとか引いた時にやめれると、うんうん、一発も消せるしっていうのもあるんで、うん、それはもう一個前で泣いててもどの方向からリーチ来ても対応できますよっていう手配に今回なってるんで、うんうん、もう一個早く地位しててもいいんじゃないかなと。これがね、例えば換算像のターツが両面ターツだったりとか、おあのマンズの形が45789じゃなくて45678だったりとか、うんうん、なんかちょっと条件違うとねまた仕掛ける順目も変わりそうですしね。今回は上がりが大事だもんね、うん、と思う時もありますもんね。そう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 、あまりにもネックが多すぎてかなり上がりにはきつい魔境にもなっていたということでね、うんうん、なんでそのなんかなんていうのかな、決めつけでこういう時はこうした方がいいっていうよりはなんかこういう時にじゃあこのパターンはこうだから泣いた方が良かったけどこっちのパターンはこうだから泣かない方がいいかもなっていうのを常に考え続けるのやっぱ大事ですよね、うん、大事、それは本当にそうですよ ね放棄しない、うん、ってこれ流局とやっぱねこれだけでリーチ棒を出しても2000点加点、他の人ね1000点出してるんで3000点差ついてますもんね。これぐらいやっぱり転配量っていうのは上がりと同じぐらい大きいものなんですよね、うん、結果ね、もし3ピン勝ちしてたとしても、うん、降りることになるかもしれないですが、うんうん、もしかしたら結果が変わってたかもしれないんで、うん、そうですね、まあまあこれから取ってもいいんじゃないかなと、うん、今、まあ、はるちゃん顔映ってたね。はるちゃんバック映ってるよ。すっごい真面目な顔してる、うん、はるちゃん美人だからね。そうね、うん、